ジャーはその練習中の姿、入念なストレッチをしている姿からも並々ならぬ思いが感じられます。少しでも空いている時間があれば練習。部長野上を演じた伊藤真理香は、本当の部活っぽくて、なんかみんなでストレッチしたり途中で稽古したりとか、みんないるのにやったりとかできたので、いい感じです。楽しい、リズムは楽しい。は楽しい。なんかミスはもう少ないけど、ただなんか本当にやってる風にちゃんと見せなきゃいけないので、ちゃんとこう形は綺麗に保たないと思って、でもめっちゃなんか和気あいあいとしてます。